コゴイル・ヴィーナスは、フランドルの画家ピーテル・パウル・ルーベンスが1614年に描いた絵画である。コゴイル・ウェノス、バッカスとケレスがいないとヴィーナスは凍えてしまうとも。うずくまるヴィーナス本作は、古代ローマの喜劇作家プビリウス、テレンティウス・アフェルによる格言、バッカスとケレスがいないとヴィーナスは凍えてしまう。すなわち、酒と食物がなければ愛が冷めてしまう。ということを表現している。 板に、油彩で描かれている。署名と日付が入れられている。縦 145.1cm、横 185.6cm の大きさを持つ。アントワープ王立美術館に所蔵されている。本作における、ヴィーナスの姿や、1613年頃に描かれた、ヴィーナスとケレスとバッカスにおける、ケレスの姿は、古代ローマ時代の彫刻作品。 うずくまるヴィーナスの母国をもとに描かれている。ルーベンスは、イタリアのゴンザー崖の収集品の中にあった母国を目にしている。ピーテル・パウル・ルーベンス、ヴィーナスとケレスとバッカース・ヴィーナスは、寒さのあまり目を縮めており、ぼんやりとした表情をしている。キューピッドも、寒さに身をかがめており、寒さをしのぐために、ヴィーナスの腰布を体に巻きつけているが、腰布は、極めて薄く。 頭部が透けている。キューピッドの矢と弓は地面に置かれたままになっている。後方には忍び足で近づくサチュロスが描かれている。果物や穀物で満たされた角、コルネコピアを手にしており、ビーナスとキューピッドを驚かそうとしている様子である。もともとビーナス、キューピッド及びサチュロスに焦点を当てて描かれた作品であったが、後年のおそらく18世紀に、 キャンバスが上部及び左右に継ぎ足され、風景が描き加えられた。ありがとうございます。